改めて、はい、昨年デビュー30周年ということで、はい、そうなんです。ということは今お年は、はい、もう50になります。次の誕生日ですごいですね。見えないですね。うん、見えないように頑張ってます。どうやってるんですか。どうやってるんですか。いやいや、50ですよね。言っちゃっていいんです、うん、はい、50? まだ誕生日来てないから49ですけど、はい、はい、なんかやってるんですか。特別なことはやってなくて、はい、ただ漫画家って日に当たらないので、はい、劣化が少ないみたいで漫画家の先生綺麗な人多いんですよ。はい、でも漫画家っぽくないですよね、雰囲気が。そうですか。漫画家っぽくないですか。はい、言うとファッション誌の漫画編集してますみたいな感じの匂いがしますけど。本当ですか。はい、まあ、ファッションはね好きなんですけど。はい、30年どうでしたか。時間が流れるのが早いというか。まああっという間でしたかね。漫画の世界の30年ってどういう感じなんですか。意外とまだ私が書いてるんだからゆっくりなのかな。なんかでも始めた時に一回始めちゃえば10年ぐらいはさーって続けられるなと思っていて、気がついたら3倍来ちゃったみたいな。もともとなんかちょっとなんだろう、女の子の書き方が特殊って言われていたというか、もう80年代ぐらいこうわーっとこうちょっとエッチな女子漫画っていうんですか。私がデビューした頃は、はい、あまり女の人が、女性漫画家がその、そうですね、セックスについて書くみたいなのがあまりなかったので、そういう意味でちょっと注目されたのかもしれないですね。どうですか、その昔から見て、はい、女の人っていうのはこう、この、まあ、20年間30年間で変わってきましたか。なんかそのそんなにね大きく変わったとは思わないんですけど、まあ、性的には自由にはなってんのかなと思いますけどね。なんか硬いですね。性的にはそうですね。性的に自由になってる。なんか割となんか自分のしたいこととかその欲望に忠実ですよね。それよく言われる、強くなったってよく言われるじゃないですか、女性が強くなったって、でもちょっとさまよってるっていう風に、こう悩みもあるし、そうですね、強くなりすぎちゃってなんか男の子を抜いちゃってるから、その辺が多分30代とか20代30代の子は悩みなんじゃないかな。抜いちゃってるとは、何ですかね、生きるエネルギーというか、その何だろう、勢いがないですか、女の子の方が。男の子って男そんなダメですか、最近というか見てどうですか。いや元気な子にあんまり合わないですね。元気っていうのはその女の人って、元気っていうのはどういう元気と捉えてるんですか。僕ちょっとあんまこういう話得意じゃないんですけど。すいません。どういう風に捉えてるんですか。よく言う、なんかまあ昔のような肉食男子がいなくなったとか、そういう元気なのか。でも全然その肉食草食関係なく、好奇心に溢れてる男子が少ないなと思うんですよ。だからなんか例えば美術館に行っても、映画を見に行っても男子の数が少ないですよね。まあそうですね、女性が、なんか女性の方が自分の興味に向かって表にすごく出ていて、男の子ってもっとすごい内にこもってる感じがしますね。なんかネットの世界なんかではすごく雄弁な人が多いけど、なかなかその外に興味を持って行動してる人が少ない気がする。旅行行くとかそういうねことも少ないし、現実的なことっていうことですかに、こう、そうとも言えるのかもしれませんね。現実に興味がな持てないのかも。岡田純一がお送りしている J-WAVE グローイングリード、今夜は漫画家の桜沢恵里香さんにお話をお伺いしています。女性は男に何を求めているのか聞いてみました。この本出されましたね、脱女子、はい、
これなんでこれを書こうと思われたんですか？なんかもう女子っていうのが嫌じゃないですかっていうところから。なんかもう私なんかもう50です、50になるんですけど、うん、まだ女子の範疇に入っちゃうわけですよね。女性誌なんかの特集を読むと、はい、大人女子とか言って、はい、もう何でもかんでも女子になっちゃうんですよ。で、いくつからいくつまでは今女子なんですか？いやいや、それは明確なくくりはなくて、うん、もう大人女子って言ったら40代を指したりするんですね。それはでも女子であり続けたいという、うん、なんかがあるからじゃないですか？いや、それはそれでいいと思うんですよ。私もずっと可愛いものが好きだから、うん、可愛くしてたいとは思うんですけど、うん、なんか女子っていうと大体その向こうには男子がいるじゃないですか、はい、男がいますね。そうそう、その女子に対してやっぱり男子を意識してる言葉のような気がして、うん、なんかそのことさら男の人の前で可愛いこぶってるような感じがイメージとしてあるんですよね、うんうん、私は、うん、だから40になっても女子会しようとかじゃなくて、うん、もう婦人会でいいじゃないかっていう気持ちになってはい、はい、へー、なんかなんですかね、女性はじゃあ男に何を求めてるんですか？それ変わりましたか、昔と？あまり変わってないと思いますけどね。変わってませんね。うん、多分その包容力とかね、いろんな、うん、なんか自分を引っ張ってってもらいたいとか可愛がってもらいたいっていうのはみんな思ってるんじゃないですかね。という年を重ねても変わらない？そうですね。女子ってどうしてほしいんですか、男に？男にどうしてほしいんですか？どうなんでしょうね。どういう男でいてほしいんですか？あ、女子から？はい。男は？はい。やっぱり あれなんじゃないですか、プロポーズとかしてくれる人がいいんじゃないですか？いや、するんでしょう。いやプロポーズなんてしない人が多いですよ今。どういうことですか？プロポーズだってこう、あ、今流行ってるんだよね。でもね、プロポーズ流行ってんすか？なんかちょっと流行りでするものでもないと思いますけど、奇抜な、はい、ちょっと奇抜なプロポーズが流行ってるみたいなんですけど、うん、でも私もプロポーズは受けてなくて。旦那さんいらっしゃいますよね？います、はい、いますけど、なんかもうしょうがない、結婚 しないとって私が言い出す感じで、相手から結婚してくださいとか一緒に来てこうとかっていうことではなくて、っては言われてないですね。どうやってますか？もう結婚するしよう、いや、うちの場合はこの子供ができたっていうのがきっかけで結婚を考えたので、はいはい、じゃあもう籍入れようかみたいな、私の方から、はい、子供ができた、はい、じゃあ結婚しなきゃ、うん、籍入れようかするかみたいな、で向こうはうんし、はい、しましょうかみたいな。ああ、そうか、うん。なんかあんまり男の人から、いや、しますよ。きっとそれは、それはね、桜沢さんのうちが最初に子供ができて、うん、まあ授かったから、うんうん、それも流れだと思いますけど。いや、うちのことは置いといても、その周りの人の話を聞いていても、男の人にね。から口説かれてる人が少ないですよ。どっちかっていうと女子の方からガシガシってっていうのが多いので、最近は。あ、食事誘ったりするのも男はこう待ってるみたいな、うん、男から飯行こうぜって言わなくなったみたいな、うん、そう、なんかせちがらい話なんですけど、誘ったらね、全部そのお感情を持たないといけないんじゃないかとか、その、うん、あと誘った方が、はい、女の子にしても男の子にしても、デートとか誘ったら、誘った方がね、いろいろプランを考えたり、お金をね、そうやってご飯の時に出したりしないといけないんじゃないかみたいなことを言う。細かくなったんですかね。そう、なんかだから好きだったらそんなね、どっちから誘ったっていいじゃないと思うんだけど、はい、なんか誘ったからにはそのおごるとかができないとちょっとみたいなことを言ってる人も多いですね。なんかこう、なんだろう、そんなに
男ダメになってますあれちょっとよく分かんない、そこは分かんないんですよ。その自分の周りの男の人を見ても、うん、別にそんな人はいないんですよ。そんななんかご飯行ってちょっとお前も出せよみたいな人は見たことないですし。あ、本当ですか。はい、なんか話、私も話しに行くと、そんなにその、うん、もう女子のイメージ戦略じゃないかっていうぐらい、うん、そんなにダメな人いるのかな。そういう男らしい誘いがあるっていう話はあんまり聞かない。そっか、うん、なんか外でこう女性のスタッフの人はないない男からないみたいなことをすごい言ってますけどまあでもそうなのかな。わかんない、私も最近全然、若い男子はもう若い男子とか全く 見ませんから。そうですよね、はい、でも女性からのなんか相談とか、うん、多くないですか、やっぱりこう漫画とか、うん、こうエッセイとかライフスタイルブックとか書かれてると。そうですね。ああ、でもね、その女性と話すと大概やっぱり男の人からうまく誘われないというか、こっちから一生懸命いろいろやってるのにダメっていう話はよく聞きますけど、なんか景気のいい話聞かないですよ。すっごい素敵な人が素敵なとこ連れてってくれてみたいなことは全く聞かない。うーん、女性ってやっぱ愛されたい、うん、ですよね。ですよね、うん、だからこう愛するということに対しての、うんうん、あれがあるんですかね異性に対しては、うん、子供とかも愛するってい う, こう母性としての深い愛情があると思うんですけど、はい、男性にやっぱりその愛されたいっていう、うん、あるんい、ね、受け身な部分が強くある、うん、あるんじゃないですか。うーん、まあ、なんかでもね、そんなこと言ってるとうまくいかないから、私はそのもう女子とかいうのやめて、うん、自分からその男性をね守ってあげるっていうスタンスでもいいんじゃないのっていうことが書いてあるんですよ。なんか結構こう赤裸々に書かれている本だっていうのは、うん、赤裸々ですかね。赤裸々っていうか、まあ、女性の気持ちを、うん、女の子からすると分かる分かるみたいな、はい、気持ちも書かれてるなと思いますけど、はい、なんかこれ紹介できるものってありますかね。紹介できるものですか。付き合う前の男にプレゼントをあげるのは危険。ああ、そういうのはやっちゃいけないですよね。あと付き合ってすぐ家に呼んでご飯食べさせるとかも良くないと思うし。なんでですか。付き合ってすぐ家に呼んでご飯食べさせちゃダメですか。うん、なんか料理上手な女の子って、はい、手料理を振る舞いたがるんですけど、うん、なんかそういうのであんまりいい目に合わない子をよく見るんですよね。ご飯だけ食べてさよならされちゃうとか、しょっちゅうその定食屋みたいにやってきてご飯食べて帰ってくとか。なんかでも女の人って、すいませんこれちょっと変なあれですけど、考えすぎじゃないですか。そうでもないですか。いやだからそんな考えて付き合うもんですか人と。そんな考えたら疲れちゃいませんか、その男と。なんか付き合う、でもなんかすごくその何特別な関係になりたい人と人にご飯を作ってあげたいわけですよね、女子は。女子はというか女の人は。でも男の人ってなんかそういう関係なんか間柄になる気がなくても食べに来るじゃないですか。その辺がちょっとなんだろうな。いやそんな気なかったみたいに言われちゃうとショック受けちゃうじゃないですか。まあなんか普通は入れないですよね家に。そうそう、入れちゃダメだろうと思います、うん、興味がないな。そうでしょ、はい、うん、男を家にしかも一人でいると勘違いされるよと思う、うん、だからその彼のことが好きで家に入れるのはいいのかもしれないんですけど、だからちゃんと付き合って、うん、付き合う前の男の人でどうなるか分かんないっていう人を家に入れるのはやめましょうよっていう。いますそんな。え、付き合ってないのに。いますよ。いるのかな。いるいる。付き合う前に、うん、そうだからその呼んだことであわよくば付き合えるんじゃないかって
ていう感じじゃないですか。それはなんかそういうなんかその展開も狙ってってことですか。そうそう、だからもしかしたらそう口説かれるかもしれないし、そうご飯食べさせて寝技に持ち込めみたいな。肉食肉食なのかな、どうなんですかね。だからなんか女子の方がそういうなんでしょうね、まあ肉食っていう言い方するとまあちゃんと彼が欲しくて、彼になったらそういう特別な関係になりたいっていう風に思っていて、なんか男の人の方がもっと今薄くなっていて、別にそんな関係にならなくても二人でいたら楽しいからいいじゃないみたいな人も多い気がしますけど。なんかちゃんとお互い選べなくなってるんですかね、男女が。ああ、それもあると思います。ちゃんとこう見分けられないというか、くなってるっていうのもあるんですかね、うん、それもあると思いますね。だからわからないけどこの人かもしれないみたいな、うん、ちょっとなんでしょうね、闇雲な感じも、うん、闇雲にだから誘ってみたりしてるのかもしれないですね。